PCR 検査に、抗体検査、抗原検査、いろいろあるにゃ。どうも、どうも、ニュース大好き、マスクニャンです。今日は、新型コロナの感染について調べる、抗原検査について紹介するにゃん。鼻の奥を拭ってわずか15分で診断ができます。インフルエンザなどの検査キットを手掛けるデンカは、新型コロナウイルスへの感染を診断する抗原検査のキットを明日から医療機関向けに販売します。鼻の奥から粘液を取り、抗原があるかを15分程度で診断するもので、一般の医療機関でも短時間で簡単に検査ができるということです。デンカは1日に最大10万件分の検査キットの生産が可能だとしています。にゃーるほど。抗原検査は、体の中に抗原と呼ばれるウイルス特有のタンパク質があるかどうかを調べる検査だにゃん。新型コロナウイルスの抗原とくっつく物質を使って、抗原がくっつくと陽性反応が出て、感染しているかわかる仕組みになっているんだにゃ。鼻の奥の粘液や唾液を採取して検査するんだけど、15分から30分程度で結果がわかることが特徴だにゃん。ちなみに、 PCR 検査と抗体検査のことは知ってるかにゃ。 PCR 検査は、鼻や喉の粘膜から新型コロナウイルスが持つ特定の遺伝子を取り出して増やして見つけ出すという検査だにゃん。でも、遺伝子を取り出して装置にかけて増やしてから感染を判断するので、結果が出るのに1時間から6時間もかかってしまうんだにゃ。抗体検査は、過去に新型コロナウイルスに感染していたかどうかを調べる検査だにゃ。抗体は、ウイルスから体を守るために作られる物質。血液の中の抗体があるかどうかを調べるのが抗体検査だにゃ。抗体を検査して見つけ出すためには、感染してから2週間ほど必要なので、今感染しているかどうかを調べることはできないにゃん。以前よりは検査を受けやすくなったけど、まずはしっかり感染予防して過ごそうにゃ。今日も見てくれてありがとにゃん。チャンネル登録よろしくにゃん。